国交外でロシア軍を撃退した日本軍は、奉天への総攻撃を急いだ。明治38年、1905年2月20日、満州軍総司令長官大山巌は、各軍司令官を集め、作戦基本計画を発表した。まず、右翼の王力行軍と、黒木第一軍が奉天、東方へ進み、敵を引きつける。次に、左翼の乃木第三軍は、奉天西方へ進んで、敵を左へ吸収する。そして、空阻になった正面を、野津第四軍と奥第二軍が中央突破し、包囲殲滅する。これが、満州軍総司令部の作戦基本計画であった。日本軍の総兵力は249,800人で、大砲は992門。対するロシア軍の総兵力は31万人で、大砲は1219門であり、ロシア軍は日本軍の約 1.2 倍の総兵力と大砲を持っていた。いよいよ、世界戦史に先例のない人類史上最大の戦いが始まろうとしていた。2月22日、まず行動を開始したのは、王力行軍であった。2月24日、青瓦城を占領。この時、ロシア軍のクロパトキン大将は、難攻不落の旅順を、わずか半年足らずで落とした第3軍の乃木マレスケを、悪霊の権化か、戦いの魔人だと思い、恐れていた。したがって、乃木第三軍の進路が最も気がかりであった。王力行軍がロシア軍左翼に攻め寄せると、これをクロパトキン大将は乃木第三軍だと誤認し、予備隊を向けた。ロシア軍左翼を攻撃している王力行軍は、乃木第三軍から第11師団を抽出した部隊であったが、第三軍の主力ではなかった。隣接する黒木第一軍の第二師団は、2月25日に北上を開始。2月27日、野津第四軍、奥第二軍が一斉に砲撃する中、乃木第三軍が奉天西方へ向けて北進。翌28日も、順調に快進撃が続いた。3月1日、王力行軍は、次の目標である馬群丹を目指すも、前進できず。ロシア軍が王力行軍を乃木軍と誤認していたため、王力行軍方面に兵力を厚く配置していた。そのため、王力行軍は苦戦を強いられることになった。王力行軍を助けるべく、第1軍は第2師団の半分を抽出して、王力行軍の援護に向かわせた。同日午後、正面の野津第4軍と奥第2軍はロシア軍を攻撃。しかし進展しなかった。これに対し、乃木第三軍は快進撃を続け、夕方、司法台を占領した。ロシア軍総司令部に、乃木第三軍が、奉天南西に現れたとの情報が入ってきた。ここで、クロパトキン大将は、ロシア軍左翼に現れた敵が乃木第三軍ではないことを知り、急遽、総予備隊をロシア軍第2軍に向かわせ、さらにロシア第3軍と第2軍から1個師団ずつ抽出し、乃木第3軍の攻勢を見越して北方へ向かわせた。3月2日、王力行軍は前面のロシア軍と激闘したが進展せず、正面の野津第4軍は佐賀方を攻撃したが、ロシア軍の猛撃にあって攻撃は頓挫した。順調に進撃したのは乃木第三軍だけだった。乃木第三軍の快進撃の余波で、ロシア第二軍は退却を開始。3月3日午前0時、満州軍総司令部では、作戦基本計画の再検討がなされていた。当初の作戦計画が完全に失敗していたからである。児玉源太郎総参謀長と松川俊胤大佐は、王力行軍は力不足で敵を右方向へ誘引できない。また、野津第四軍は佐賀保の攻撃に手こずり、損害も多く、中央突破は困難である。と判断し、作戦基本計画の変更がなされた。
そこで、当初の計画では、おとりの脇役に過ぎない乃木第3軍を主役に格上げし、正面攻撃隊だった奥第2軍を左へ寄せて、乃木第3軍を助けて北進させ、第3軍と第2軍とで、方天を西方より大包囲する、という作戦計画に変わった。この作戦計画に対して、もしロシア軍が、北進する乃木第3軍の横腹を強襲すれば、乃木第3軍は全滅するのではないか。という福島康政少将による懸念も出されたが、却下され、方天大包囲作戦が決定された。そこで、児玉源太郎総参謀長は、以下のような命令を下した。乃木第3軍は、一旦、前進を停止。後続の奥第2軍と連結すること。その後、方天西北の真三ヶ市に向けて、北進せよ。奥第2軍は、乃木第3軍と連結すべく急進せよ。3月3日、王力公軍黒木第1軍、野津第4軍、共に攻撃は停滞していた。奥第2軍は、ロシア軍の退却に応じて前進。しかし、奥第2軍の前進は、予定より大幅に遅れた。そこで、第3軍司令官乃木希典大将は、総司令部の命令通り北進すれば、第3軍は孤立して全滅すると考え、奥第2軍と連携した上で、方天を直接攻撃すべく、北進しないで投進する、という判断をした。乃木希典大将は、満州軍総司令部の命令を無視し、独断で方天投進を決断。この判断は、現状に即した適切なものだった。3月4日、午前4時ごろ、乃木第3軍は、方天を目指して投進を開始。第7師団は、大天湾峡、第1師団は李官補、第9師団は長子屯へ進出。乃木第3軍を恐れたのは黒パトキン大将だけでなく、ロシア兵全体がそうであった。乃木第3軍は、我らは、旅順を落とした乃木の第3軍ぞ。と、ロシア語で叫びながら突撃したという。奥第2軍の第8師団は、午前中に徳昌衛市に進み、乃木第3軍最後尾の第9師団と接続した。大天湾峡、李官補、長子屯、徳昌衛市に至る古城の壁を形成した。3月5日、野津第4軍の第10師団が、万歩武山を攻撃するも、壊滅的な打撃を受け、撃退された。満州軍総司令部に、乃木第3軍が投進しているとの情報が入ってきた。乃木第3軍のこの独断的行動を、井口、福島両参謀は、現実に即した行動である、として指示し、逆に、方天大包囲作戦は、非現実的なものとして、計画の変更を児玉総参謀長に意見した。しかし、松川参謀は、満州軍総司令部の命令を撤回することは、威信を失うから変更は認めない。として、断固反対し、児玉総参謀長は、松川参謀の意見に賛成した。そして、満州軍総司令部は、乃木大将に対して、投進を認めず、命令通り北進して、方天大包囲をやれという、非現実的な命令を下した。これに対し、乃木大将は、ロシア軍と戦闘中の急激な進路変更は、不可能であるとしながらも、満州軍総司令部の命令に逆らうわけにもいかず、北進することを決断。第3軍の各師団は、野営に乗じて戦闘から離脱し、進路変更して北進した。それに合わせて、奥第2軍も北進。この進路変更のために、日本軍左翼の壁が薄くなり、攻撃力が低下。この好機を黒パトキンは逃さず、乃木第3軍の第9師団に大兵力をぶつけて砲撃した。第9師団が、ロシア軍の砲撃を受け、大損害を被った。その頃、第7師団と第1師団は、第9師団を待つために停滞していた。この時、第3軍は、2倍のロシア軍に囲まれていた。第1師団が、第7師団の後方へ回り込み北進すれば、
第7師団が4倍もの敵と戦うことになるが、乃木は第1師団で北進を決定。3月6日、第1師団は第7師団の後方から北進。午前8時、第7師団が4倍ものロシア第2軍と激突した。大迫直俊第7師団長は4倍ものロシア軍に対して全員着剣させ、30年式歩兵銃を乱射させた。午後12時、第7師団は4倍ものロシア軍の猛攻をことごとく撃退。ロシア第2軍を敗走させた。ロシア軍は4倍の兵力をもってしても日本軍に勝てなかった。どのような戦場でも、いかなる兵力でも、乃木第3軍の進撃を阻止することができないという現実に、クロパトキン大将は非常に落胆した。これでは、方天確保は難しくなったと考えたクロパトキン大将は、ロシア満州軍全軍に撤退を開始するように命令した。ただし、この撤退を成功させるために、乃木第3軍の方天包囲を挫折させなければならなかった。そのため、クロパトキン大将は、まず、ロシア第1軍と第3軍に対して、今夜まで撤退するように命じた。この命令に対して、リネウィッチロシア第1軍司令官は、ロシア第1軍は、王力行軍と黒木第1軍に勝っている。また、ロシア第3軍もノズ第4軍を押し返している。として、この退却命令に異議申し立てをした。しかし、クロパトキン大将は、方天を包囲しようとする乃木第3軍の進撃を止められないとし、このまま行けば、乃木第3軍に退路を断たれ、ロシア軍は殲滅されてしまう危険性が出てきた、と言って、命令通り、すぐに退却の準備に取り掛かるように、再度強く命令をした。これに対して、リネウィッチ大将は、遺憾ながらも、下知に従い、退却するしかなかった。乃木第3軍は、ここ3日間、3倍ものロシア軍と戦っていた。乃木大将は、この兵力で、満州軍総司令部の命令である方天大包囲は、不可能であると判断し、現状の戦力に合わせて、方天を小規模包囲することを決断。北進から東進に変更し、方天と鉄嶺の間の鉄道線路を遮断することを目的にした。3月7日、クロパトキン大将は、第3師団を叩いて、乃木第3軍と奥第2軍を分断しようとし、攻撃を仕掛けた。4倍もの兵力で襲ってくるロシア軍に、第3師団は三平線を数箇所突破されたものの、なんとか踏みとどまった。当日早朝、第1師団は、師大師の手前に進出。しかし、第9師団が、ロシア軍から、猛烈な砲撃を受けて前進停止。それを受けて、第1師団、第7師団も前進を停止した。午後3時30分、児玉総参謀長は、乃木第3軍の参謀長松永正俊少将を、電話口へ呼び出し、何をぐずついておるか。乃木に申し言を伝えよ。それから、軍司令部も前へ出ろ。と怒鳴りつけた。しかし、この頃、乃木第3軍は、連日の戦闘で、兵力は、著しく減少し、かつ休養、睡眠不足で、将兵は疲労困憊の状態であった。一方、ロシア軍は、乃木第3軍に向けて、続々と兵力を増強していた。乃木大将は、この報告を受けると、児玉さんが、前へ出ろと言うたか。とつぶやいて、馬に乗り、第9師団の第一線に向かった。至近で砲弾が炸裂する危険な場所まで前線に出た。第9師団は、乃木大将の進出を知ると奮戦。ようやく増加屯を占領した。午後8時20分、児玉総参謀長は、乃木大将に対し、大山巌総司令官名で、督宣電を発した。すなわち、
第3軍の今日の運動は、すこぶる緩慢なるを覚ゆ。はなはだいかんとす。方天付近の敵を撃砕するには、第3軍の攻撃、迅速、果敢なるによらずんばあらず。機関、乃木は、十分なる決断をもって、機関の命令を厳格に実行せしめ、攻撃をなすべし。つまり、満州軍総司令官命で、乃木第三軍は叱責を受けたのである。この訓令は全くの見当違いであって、現実は乃木第三軍だけが奮闘し、前進を続けていた。乃木第三軍と比べ、兵員数も小銃数も多い黒木第一軍、野津第四軍は何も戦果を上げず、北第二軍は乃木第三軍の後を追随しているだけだった。叱責を受けるのは、黒木第一軍、野津第四軍であるはずなのに、なぜか、児玉総参謀長は、乃木第三軍だけを叱責した。当然、この軍人の名誉を最も傷つける、総司令官名での叱責に対して、第三軍の幕僚たちの間で不満が続出した。乃木大将は、一人沈黙を守った。明けて、3月8日。黒パトキン大将は、乃木第三軍の進撃が予想以上に早いことに戦慄し、急ぎ、東部戦線と正面から大兵力を呼び寄せて、乃木第三軍を食い止めようとしていた。一方、黒木第一軍の源前では、ロシア軍がいなくなっていた。同じく、正面の野津第四軍の源前でも、ロシア軍がいなくなっていた。これを知ると、黒北根本大将と望み千鶴大将は、前進を命令。しかし、黒木第一軍も野津第四軍も、ロシア軍を攻撃する力がなく、逆襲に備えるのが精一杯で、前進が遅々として進まなかった。なぜか、疲弊しきっている乃木第三軍だけが、進撃を続けていた。第9師団は、八ヶ市を占領。しかし、第1師団は、鉄道線路西側の文関東を目指すも、ロシア軍の猛撃に遭い、前進を停止。午後1時、児玉源太郎総参謀長は、野津第4軍に、直ちに今夜を溶かし、北上して、ロシア軍を鉄嶺まで追撃するように命じた。しかし、野津第4軍は、積極的に動かず、戦線は膠着した。戦局が膠着した午後3時、児玉源太郎総参謀長は、総司令官は、乃木第三軍の猛烈なる前進を希望せられり、と重ねて第三軍に特戦したのであった。これに対して、第三軍の幕僚たちの間では、前線の苦境も何も知らず、第三軍ばかりに特戦を重ねる満州軍総司令部に、不満が続出したが、乃木大将は、不満の声を制し、さらなる猛烈果敢な攻撃を命じた。3月9日、乃木第三軍は鉄道線路遮断を試みていた。ロシア軍の退路を断つべく、交尾第1旅団が文関東を目指し攻撃を開始。しかし、砂塵の舞う中、突如として、2.5 師団規模の大部隊の攻撃を受け、交尾第1旅団は崩壊。松川と下根大佐は、乃木第三軍参謀の白井次郎に電話で、長打を逸するべからず、と言って、ロシア軍の後方を遮断するように命じた。乃木第三軍参謀の白井次郎は憤然として、長打を逸するのを待ちつつあり、と答えたという。この時、交尾第一旅団が全滅した第三軍は、攻撃をする余力がなかった。午後5時30分、黒パトキン大将は、鉄嶺への総退却を急がせるべく、新狩りの総指揮に当たっていた。3月10日午前3時、児玉総参謀長は、第三軍の参謀長、松永少将を電話口へ呼び出し、ロシア軍を逃がさないように、鉄道を早く遮断せよと命じた。第三軍の各師団は、夜明けとともに攻撃を開始。
しかし各師団はあまりに疲弊し、兵力は減少し、戦力は限界に達していた。第3軍のどの師団もロシア軍の激しい抵抗を受けて前進できなかった。乃木第3軍と野津第4軍は東西両側から鉄道線路に迫った。しかしロシア軍は必死に抵抗して鉄道線路を守りきった。そしてロシア軍は奉天から完全に撤退した。午後5時ごろ、北第2軍の第4師団が奉天城に入城。ついに奉天は陥落したのである。奉天から撤退したロシア軍は鉄嶺まで逃れていった。しかしクロパトキン大将は鉄嶺を防御線として適さないと判断し、守兵外まで後退してここに新たな防衛ラインを形成した。ロシア軍は乃木第3軍に対して3倍もの兵力を当てたが、撃破するどころか押し返されてしまった。このことからクロパトキン大将は日本軍を野戦に置いて撃破することは不可能であると考えて、防御することのみを考えたのである。一方日本軍はロシア軍を追撃するだけの余力は残っていなかった。午後9時、大山満州軍総司令官は戦闘の終結を宣言。こうして史上最大の海戦は終結した。敗れたとはいえ、ヨーロッパ随一の戦略家とも評されるクロパトキン大将は適切に兵力の集中を図り、それを乃木第三軍に当てた。敗れたのは想像以上に乃木第三軍が強すぎたためである。また最後は自らが前線に赴き、危険なしんがりを引き受けて指揮に当たった。一方大山小玉たち満州軍総司令部は終始安全な円台から動こうとせず、それでいながら第三軍司令部などに危険極まりない最前線へ行くように指示したり、現実に合わない無茶な作戦を立案し命令したりと、最後まで理不尽な指導を押し通した。両軍の死傷者数、日本軍戦死者 15,892人、負傷者 59,612人、捕虜404人、ロシア軍戦死者8,705人、負傷者51,438人、捕虜行方不明28,000人。日本軍の戦果は砲48門、小銃34,013丁、馬戦489頭、その他莫大な戦利品を獲得することになった。